はい、皆さんこんにちは、奥ちゃんです。今日はですね、房総半島、犬吠埼周辺をですね、行きたいと思います。まあ、ちょっと久しぶりの、長州方面なんですが、まあ、今日は非常にまた寒い中なんですけども、頑張っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。犬吠埼灯台に行くのは久しぶりですね。まあ、今日はあの犬吠埼以外にもですね、ちょっと屏風ヶ浦の方にもね、ちょっと行ってみたいなと思います。まだ私の YouTube では屏風ヶ浦は紹介してないかなと思うんで、まあ、ちょっとあの海岸沿いをね、ちょっと行ってみたいと思います。ほんと最近もうすぐもう2月なんですけども、最近もう冷えが、寒さがもうめちゃくちゃ寒いですよね。まあ、東京方面は、まあ、雪、東京とかね、都心はですね、雪はまだ積もってはないんですけども、まだ初雪も降ってないんじゃないかなと思うんですが、まあ、あの東京でもあの八王子とかね、あっちの方は、初雪は降ってると思うんですけど、都内はまだね、初雪はまだ見てないですね。まあ2月が一番寒い時期だと思うんで、まあ、ちょっとまだまだ油断はできないですね。今日アワビ屋さんやってるかな。やってたらまあ食べるのはさんが焼きなんですけど、久しぶりにさんが焼き食べてみたいです。アワビ屋さんのね、さんが焼き美味しいですからね。はい、銚子に着きました。今銚子漁港の方から犬吠埼の方に回ろうと思ってます。まあ、いつもはね、南の方から回るんですけども、今日はちょっと北の方から、回ってみたいと思います。さあ、そろそろ犬吠埼が見えます。灯台が見えるんじゃないかな。ほら、犬吠埼灯台見えました。ね、犬吠埼久しぶり。うわ、寒いのにサーファーがいるよ。さあ、着きましたね。この信号を左です。着きました。犬吠埼灯台久しぶりだね。よいしょ。アワビ屋さんやってるね。はい、では今からはアワビ屋さんでまず食事したいと思います。提供してますか。あ、どうぞ。はい、こっちどうぞ。はい、三階定食来ました。いただきます。1200円でいいの？いいよ。特別なの。
はい、ありがとう。どうもありがとうございます。お待ちどうさま。はい、ありがとう。東大の方に行ってみたいと思います。向崎灯台って綺麗な灯台だね。ちょっと雲が多いけど風もなくって気持ちいいね。バイクで走ってる時はちょっと寒かったけど、今はちょっとこの冷たさが心地よいです。登ってる人いるね。そこは何回か登ったからね。よいしょ。昔はこんな柵なかったんだけどね。はい、犬吠埼灯台でした。これからですね、ちょっと屏風ヶ浦の方にですねちょっと行ってみたいと思います。いつもは向こうからこっちに走よく走るんですけど、こっちから向こうにはあんまりね走らないんで、ちょっといつもと違った風景が見られると思います。あ、正面に見えてますね、屏風ヶ浦。あのカカシなんかすごいリアル。一瞬本物かなと思ったね。結構リアルに作ってるな。ちょっと散策してみます。どこまで行けるかな。あそこまではちょっと遠いな。ちょっと行ってみます。後ほど。人の密度が少ないのでマスクは今してません。ご容赦ください。これももう屏風ヶ浦なんだろうかな。
はあの辺のね下行きたいんだけど、前はねあの上のあのドーバーラインのところから降りられたんだけど、今はなんか立ち入り禁止になってんだよね。ヨーグガウラの新色、あの穴は波によって削られた穴って書いてある。すごい地層だね。綺麗だね。なんかこれ人工的に掘ったような穴ぼこに見えるんだけど。よくあの遺跡とかであるお墓みたいな感じかな。そんな風に見えるな。あ、やっぱり人工的に掘ってるね。あれなんか跡があるね。あれ断層か。これ断層。工事関係者以外立ち入り禁止、ここからは入れません。では戻りましょう。本当気持ちいいな今日の天気は。日差しはあったかいし、風はちょっと冷たいかな。歩いてる分には気持ちいいね。はい、本日はですね、犬吠埼灯台、それと屏風ヶ浦ですねにやってまいりました。まあ非常にね日差しは暖かくてねポカポカしていい気持ちですね。まあ走行してる時はね非常に寒かったんですけど、歩いてる時はね非常に心地よい、暖かさ、それとまあ冷たい風が時折吹くという感じでしたね。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。さあ、これから帰るか。